皆さんこんにちは、クラゲです。大家好，我是クラゲ。私のファースト EP マイブルーがリリースされました。このマイブルーは私の感じるブルーを5曲それぞれ違う形で表している作品集になっています。そして収録曲の夏の雪という曲がテレビアニメ高級のカラスのエンディングテーマにもなっています。そしてこの夏の雪が中国語バージョンをリリースすることになりましたので、そちらもたくさん聴いていただけると嬉しいです。そして私クラゲが2023年1月台北で行われる漫画博覧会へ出演することが決まりました。海外でのライブは初めてということもありますし、すごく緊張しているんですけれど、皆さんにお会いできるのが楽しみです。当日もアニメ高級のカラスのエンディング曲夏の雪初海外披露になります。また他の曲も歌えますので、ぜひ遊びに来てください。チンチンダージャー、チダイ、再见。